トラベラーズ選手権事前情報17日 TPC リバーハイランズ米コネチカット州6835ヤードパー70米国男子ツアーはメジャー第3戦全米オープンを終えて今季最後のシグネチャー大会トラベラーズ選手権が行われる開幕に先立ち TGA ツアーの公式サイトで恒例の優勝予想ランキングパワーランキングが発表された 優勝最有力に挙げられたのは、先月のメジャー第2戦、全米プロゴルフ選手権を制したザンダーシャウフェレ、米国。2022年の今大会を制しており、トップ20入りは4回を数える。今季2勝目に期待がかかる。対抗馬は、全米オープンで3位タイに入ったパトリック・キャントレー、米国。18年以来トップ15入りは6回。 平均スコアは67.17と好相性の舞台。シグネチャー大会初制覇を目指す。3番手以降は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー、コリン・モリカワ、共に米国、ルドビグ・オーバーグ、スウェーデンと続いている。全米オープンで6位に入った松山英樹は11位ランクイン。大会初優勝を目指す。